聞かせてもらっていいか？どこであの力を手に入れたんだ？正直に言うとね、全然わかんない。心当たりなし。暴走したの森尾先生の能力で五感を奪われてる時だったしね。気づいたら意識は精神世界だったよ。そうか、ならやっぱり当時の事情を知ってるのはリオくらいか。話すわよ。私の力不足でロカちゃんの異変に気づけなかったし、やられちゃったからあまり説得力ないけどね。リオは見たのか、ロカの異変を。あれは間違いなく、滞在系の能力ね。トウヤには話したでしょ、私の能力。ああ、コンプレックスだったよな。だからあえて伏せて別の能力名でごまかしてるしな。そうだったの。だから同系統の能力者として言わさせてもらうけど、ロカちゃんの暴走した力は間違いなく滞在。しかもそうね、あれは魔王の力。フンヌの能力ね。でも全然心当たりないんですよ。私がロカちゃんの五感を奪ったのが原因ね。おそらくあなた、過去に悪神教の司教と対峙してないかしら。してる。二人討伐してるよ。それね、そこから何かしらの影響を受けて悪魔の依り代とされたのよ。でもあなたは真打ちを得得して強い精神力を持っていたからその悪魔も動けなかった。でも私が五感を奪ったせいでその悪魔を抑えていた力がなくなった。なるほど、だから暴走したと。心当たりない。ロカちゃん自身に心当たりがないのも仕方ないわよ。相手は何百年とはびこる世界の闇、悪魔信仰教団。力以上に得体の知れない術を持っている連中よ。そうだな、俺の先生だったシアーネ先生もその犠牲者の一人だ。信憑性はある。いや、そんな異変があればデッコが黙ってないはずなんだけど。そういえばあのサタン、リオ先生のことについて何か言ってたな。お前の滞在の巫女はリオによって開発したものだ。俺がお前の中に宿ったのは想定外だったらしいがな。あのサタンが私に嘘をつくメリットがない。だとすればこの件ってリオ先生が絡んでるんじゃないのかな。でもトウヤ、どうする？外は結構大問題よ。何かあったのか？私は途中で死んでたから知らなかったんだけど、私とロカちゃんの試合、全部放送されてたみたいなの。全部だと。私が必死に説得してるところに暴走したロカちゃんが無抵抗の私を惨殺して、そこから私の死体を何度も何度も痛めつける映像が。ね。中継は止めたんじゃないのか？運営側の手違いで切りスイッチを押さずに、入りスイッチを押してたらしいわ。中継できる内容じゃなかったし、運営も総意で中継できないとの判断だったのだけどね。何やってんだ？私に怒鳴らないでよ。私は試合でロカちゃんを止めようと必死だったのよ。私が運営してたらこんなヘマしなかったわよ。本当にそうかな？狙ってたんじゃないの？すまない。そうだな。私も反省するわ。それより今世間のロカちゃんへの批判がすごいわ。SNS も大炎上だし、さっきの試合への苦情電話や、いろいろ物議が出されてるみたい。名前も試合前に公開してるからね。住所や学校の特定もすでにされてるわ。収集しないとロカちゃんの人生がダメになるわよ。次から次へと。全部流れが良すぎじゃない？ここまで不手際が続く。リオ先生と戦う前までは今までそんな不手際は一切起こらなかった。ソフィア VS ジュルジュ戦だって非常事態に即対応してたはずなのに。試合中継を止めるだけの動作でそんなミスをするか、それに中継が止まったかどうかなんてすぐにわかるはずだよね。だって、今回は映像を止めるだけ、バリアを強化しろとか、観客が見るフィルターを制限しろとか慌てる内容でもなかった。それにそれだけの作業を事前にやってのけたってことは、間違いなく運営だって複数人で対応してる。しかも世界中継だ。ミスは許されないはずだ。それにまだおかしい。リオ先生、会場の観客席にいた方は大丈夫だったのですか？バリアも強化してたし、映像も途中から切ったらしいわ。やっぱりだ、中継だけミスしてあとは以前通り仕事できてる。そう、例えば観客席にいた実力者たちに危機感を与えないためにそこはしっかり動かしたとすれば。私の暴走を抑えようと動いた人が少なかったのにも納得がいく。現に暴走を抑えようと動いてくれたのが、メリアさん、カナメ君、お父さん、ジュルジュさん、控え室にいたアランさん、そしてファルドラさん。メリアさんやカナメ君は多分私の力の本質を理解したから慌てたんだと思う。カナメ君も、打点の力、持ってるし。アランさんは控え室にいたからたまたま知った。お父さんは私だから慌ててきてくれた。あれ？ならジュルジュさんとファルドラさんって、なんで来たの？勘が良かった。たまたま、まだわからない。でもリオ先生がもしサタンの言うように黒だとすると、絶対に共犯者がいたんだ。とりあえずロカちゃんはこの騒動が収まるまで私の施設で預かろうと思うの。ロカちゃんは優秀だからね。もし評判が回復しなければこのまま私の施設で働いてもらってもいいわ。でも、やむを得ない。か。リオになら預けても大丈夫だ。それにリオと一緒にいらせることで世間への印象回復も早い。変な噂が立ちにくくなるからな。どうする？まだはっきりと黒と決まったわけじゃない。だけど一番黒の可能性が高い。無
理にとは言わないわ。私と一緒にいた方が、世間からの印象回復も早く治ると思うわ。ここは私にも責任があるし、ぜひ償わせてちょうだい。残り4試合が終わるまで、考えさせてください。いいわよ。でもこの部屋から出ないでね。今あなたが表に出ると大変だから。それじゃあまた来るわ。私は運営の状況を確認してくるわ。俺も向かおう。誰が操作していたのかも知っておきたい。トウヤ、あなたはロカちゃんのそばにいてあげなさいよ。娘が弱っている時くらい父親としてそばにいないと。そうだな。気遣い感謝する。それじゃあね、お大事に。まあ、嘘はペラペラと出せるものだ。演技も迫真だったしな。演劇向いてるんじゃないか、リオ。あら、なんだかんだ言って手伝ってくれたのね。残念だな、俺は何もしていない、俺以外の第三者だ。まあ、ここで立ち話もなんだし歩きましょうよ。へえ、情報だと誤操作も、足止めも、私たちが知らない第三者がやったのね。ああ、俺は傲慢の器が余計なことをしようとしてたのを食い止めていたら成り行きで現場に行かされただけだ。正直、お前が憤怒の器にボコボコにされる様を楽しんでいたくらいだ。ああ、あれね、ふ、想像以上の代物だったわ。無抵抗に殺されるまでは想定通りだったのだけど、まさか憤怒の大魔人サタンがロカに憑依するとは思わなかった。彼女は大罪の巫女だ、素晴らしい。器なんて代物とはわけが違う、彼女は別格だ。あんたの介護官か、それは厄介な才能だな。俺たちの主はアンテ様だ、リオは大罪の巫女。だから主ではなくとも、大罪の悪魔を崇拝する俺たちはリオにも崇拝を向けなければならない。もし、ロカという少女が7つの大罪全てを手に入れてしまえば、巫女から巫女に昇格してしまうがいいのか。彼女は絶対に私のそばに置く、そして徐々に他の大罪を植え付ける。そうすれば私の計画が想定の数倍早く進む。計画というのはそれなりのリスクを抱えないとダメなの。安全なところで優雅にしてるだけでは隙間が生まれ、必ず相手はその隙を突く。ロカは確かにハイリスクだわ。下手すれば何百年という長い年月の計画が白紙になるわね。でも私が勝てば、これから何十年、何百年とかかる問題が数年で終わる。どう？魅力的じゃないかしら。知らん、俺はお前みたいに転生できないんだ。それに興味もない。せいぜい気をつけるんだな。今回の件、お前に協力してるようでお前という闇を暴こうとする手かもしれんからな。面白いわね、その考察。待てよ、数年ぶりの再会なんだから挨拶させろよ。あら、久しぶりね、打点の力。気に入ってくれてよかったわ。ああ、おかげで俺の人生は狂ったさ。にしては随分楽しそうね。狂った俺を救い出してくれた奴らがいたからな。だからこうして俺はお前にたどり着けたんだ。よかったわね。それで何？感動の再会を果たしたから握手でもしたいってわけ。てめえ、ロカにも同じことをしたな。同じ、違うでしょ、あなたは。あなたは自ら私の力を模倣し、暴走させた、それで街を焼き、全滅させた。ああ、大バカ野郎だよ、俺は。だがな、涼しい顔してられるのも今のうちだぞ、リオ。絶対にお前の悪事を表に出してやる。じゃねえと今まで死んだ奴らが報われないからな。好きにしな。どうせお前もロカも鎖を打たれてる。情報を露見すれば即死亡よ。この星もろともね。ああ、そうだな。せいぜい楽しみにしてろよ。傲慢ね。実力も才能もない。ただ、能力だけ恵まれただけの少年風情が。もし、本当にあなたごときが私の計画の邪魔になれたなら本気で敵として殺してあげるわ。お前の考えには抜けがあるでリオ。お前が俺に渡したのは傲慢じゃない。大罪、そのものだ。つまりこれを解析できればこの鎖も解ける。そうすればお前からの足かせはなくなる。ロカの件は大岡から聞いた。間違いなくロカがお前を崩す鍵となるだろうぜ。そしていつか必ずロカがお前の内堀を崩してくれる。なら俺は、お前の外堀を壊してやるよ。全部な。そうすればもう世界はお前を敵として認知するだろう。そうすればもうお前は終わりだ、リオ。決めたよ、お父さん。私はリオ先生についていく。そうか。もし、リオ先生が黒の可能性があるなら、私にわざわざこんなことをした理由を知る必要がある。逃げててもダメだ。私のリスクを背負って挑まないと真実にたどり着けない。なら、リオ先生の一番近いところで観察する。たとえ悪見て恐れても、洗脳されてでも、最後には私が絶対に勝つよ。今回の件、絶対に忘れないから。リオに全て託すつもりはない。俺も今回の件は少し気がかりに感じた。だが情報が少なすぎる。俺もこの件、少し探らせてもらおうか。この時、リオの計画を動かす歯車は少しずつズレが生まれ始めた。要は大罪の解析を進め、リオの鎖を解くと目標がはっきりし、ロカは被害者になることでリオの権利をつかみ、それらを暴くことを選んだ。この歯車のズレからどう変わるか、それはまだわからない。大罪を背負った少年と少女は、
とうとう動き出す。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。